こんにちは、キングソニックのエナチンです。バイ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 。今日はですね、私の地元鳥取県に行きたいと思います。まあ、私鳥取県出身なんですけども、まあ、今は大阪にね、住んでるんですけども、ちょっと今から鳥取に行って、皆さんに私の地元のいいところ、まあ、おすすめスポットを紹介したいと思うんですけども、まあ、一人で行ってもね、面白くないんで、大阪出身なんですけど鳥取県民になりつつある人を、紹介したいと思います。この人です、どうぞ。ルンバくんです。まあ、ルンバくんは知ってる人も知らない人もトップギアっていうイベントやってるんですけど、トップギアに1年ぐらいカメラマンで来てくれてました。で、カメラマンもやってるんですけど、彼はね、バンドマンです。バンドマンで、ベーシストですね。はい、まあ、音楽の仲間ということで、鳥取県が大好きということで。そうだね、鳥取のどこが好きなんですか？自然、海が綺麗。はいはい、ということで鳥取が好きすぎて、もうしょっちゅう鳥取に行ってる彼なんですけども、ね、地元民が知ってる、まあ、穴場的なおすすめスポットがあるんで、皆さんに紹介したいと思います。皆さん、私がね、めちゃくちゃ推してるお店、カブラ亭さんです。じゃあ、行きましょう。行きましょう。私のおすすめスポット、その一は、カブラ亭のお刺身定食です。これはマジでうまい、マジでうまい。だから鳥取に来た人は、ぜひ食べてほしい。マジでうまいから。食レポ、食レポ、うまい。新鮮やね。新鮮ね、うん、いいね。ご飯と合う、最高。第2のスポット、まあ鳥取の本当穴場ですよ。地元民しか知らない鳥取の穴場、そう、ここが鳥取砂丘です。はい、皆さん見てください。これがかの鳥取砂丘ですよ。はい、県外ナンバー多いわ。まあ、一応動画ということで来たんですけどね、僕らの地元民なんでね、行けないわけですよね。まあ、こんな感じだったよいうことですよ。暑いわ。どうすか、鳥取砂丘初めてですか？今日は3、4回目ぐらいですよ。ね、オープニングでも言ったんですけど、彼は鳥取県が大好きすぎて鳥取県民になりつつある大阪出身の方ですからね。そうなんですよね。はい。人がゴミのようだ。見ろ、人がゴミのようだ。ゴミ。はい、見てください。これがね、鳥取砂丘の馬の背ってやつですよね。大体ね、鳥取砂丘を知らない人はね、鳥取砂丘を見たらね、砂がべーってなってるだけでしょって、大体の人は言うんですよね。見てください、この鳥取砂丘、なんと断崖絶壁の壁がありますね。この壁を乗り越えた先には、その壁を乗り越えた人にしか見れないというね、とてもとてもとても綺麗な、ビューティフルシティが見えますからね、皆さんね。はい、かの鳥取砂丘の馬の背でございます。皆さんわかるかな、このカメラの目線で。わかるかな、この、ちょっと僕が行ってみましょうか。ね。やばいね。いや、ほんまに、カメラじゃわかりにくいねんけど、やばいんですよね。いや、やばいでしょって話だよね。
これ壁だ、これだ、鳥取県壁だ。あ、わかるな、でもわかるかな、これ鳥取県の壁です。今日はこれを登ります。せ、せ、うん、登りません、登りません、登ります。鳥取のおすすめスポット、やっぱり鳥取と言ったら海でしょ、ね、海に来たんで俺らは海で遊びたいと思います。で、まあ、海といってもあのいろいろあるんですよ、まあ、僕がちょっとおすすめする場所は東浜ビーチ、東浜っていうところにあるんですけど、東浜の海マジで綺麗なんで一回行ってみてください。僕らは遊びます。遊びましょう。遊びます、はい、遊びます。全然違う。鳥取旅行の最後はゲーセンの天竜で締めます。100円だけ。これで当たれば俺は強運です。赤枠です。赤フッソマ赤の六文機佐賀の雪村旅無事に終了しました。おすすめスポットを紹介するとか言いつつも飯屋と砂丘と海しか紹介できませんでした。で最後パチンコとスロットであの幕を閉めました、はいはい、それが僕らの鳥取の動画でした。どうでしたか。8時半やね。8時半か。8時半や、ね、まだ鳥取なんですね。はい、まだ鳥取です。夜の8時半です。遊びすぎた。今から2時間ぐらいかけて大阪に帰りたいと思います。頑張ります。頑張ってください。運転ありがとうございました。ありがとうございます。ポイ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  TV ポイポイ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 ポイポイ